あ、食った。2016年12月初旬、小野は奈良県つぶろ湖にいた。午後2時35分、モンスターを仕留めた。ラバージグ。いやー、どうなるかと思った一時は。まあ、はっきり言って経験です、これは。真冬のつぶろ湖で小野の言う経験とは一体。年の瀬も近づいてきた12月初旬、我々は奈良県つぶろ湖にいた。前半は小野、冬のリザーバーにビッグバスを求めるのだ。おはようございます。来ましたね。はい、いよいよ冬ですね。はい、はい、この季節がやってきました。まあ、まだ12月はいいでしょう。でもそうですね。まあ、でもこれ一応新年一発目なんですけど、はい、まあ、じゃあ2017年に向けて景気よくいきますよ。はい、ところで大野さん、前回の手大丈夫なんですか？まだ痛いよ。まだ痛いですか？まだ痛い。まあまあダメージでかかったみたい。マジですか？まあ、今日もなんかごまかしごまかしやっております。つぶろ湖ではレンタルボートが利用できる。ボート釣りが初めてでも手軽にバスフィッシングを楽しめるのだ。関西でも有数のバスフィッシングフィールド、つぶろ湖。ブラックバス以外にもワカサギ釣りも盛んで、湖畔にはレストラン、そして遊覧船に乗り優雅にクルーズも楽しめる、デートにもおすすめの湖だ。早々と準備を進める小野。そもそもこのつぶろ湖を選んだ理由が、少し前に行われた大会で3本で6キロを叩き出したという情報を耳にしたのがきっかけ。フィッシングショーを前に新製品のポテンシャルを映像で披露できる、そう目論んだのだ。例年よりメインベイトのワカサギの数が少ないとのことだが、果たして小野の戦略とは。まあ、つぶろ湖ということで、ワカサギがベイトなのかな。で、まあ、今日もね、まあ、シーズン的にワカサギ釣りのお客さんの方がむしろバス釣りのお客さんより多くて、まあ、それだけワカサギもいっぱいいるということなんですが、当然バスもね、そんなワカサギを狙って、まあ、ベイトを意識しながらいるんじゃないかなというふうに思いますけど、うん、いやこればっかりはね、何しろ経験がほとんどないんで、2回目なのかな。だから本当にこの間の、去年から釣りビジョンのロケが実は初つぶろ湖で、それについて今回は2回目ということで、実際どこがいいかっていうのはまあイメージつかないんですが、まあ、ただワカサギがつく場所っていうのは、まあ、基本的にこうフラットがあるような場所だったりとか、まあ、あとは当然岬周りとかね、まあ、そういうところになってくるんで、まあ、地形的にまあそんな場所を意識しつつ、まあ、あとは実際魚探で見て、魚を確認して釣っていくような作業になると思いますけど、やっぱりつぶろ湖というと、まあ、ライトリグっていうのがやっぱり基本で、まあ、1年を通じて、まあ、安定した釣果が出てるような雰囲気もあるんで、やっぱりワカサギやベイト、まあ、しかもクリアウォーターっていうことで、まあ、その手の釣りがね、メインになってくるのかなとは思いますけど、まあ、ただ、まあ、一方で前回のルアフリークでもフットボールとかでも釣ってるのかな。まあ、時期的にフットボールも十分効く時期ですし、まあ、そういう釣りも織り交ぜながらという感じになると思います。まあ、なんていうかな、ギャンブル性が高いっていうか、なんていうかな、来ればでかいという夢のある釣り場っていうのは言えるかもね、うん、実際大きかったしね、前回のロケでもね、魚が、はい、午前8時、小野は昨年釣れたポイントを目指す。まずは思い出巡りから始める。12月にしては快適ですね。準備に抜かりはない。あとはバスがいることを望む。
着いたのは岬城に張り出す比較的フラットなエリア。前のルアーフリークのロケでも釣れたとこなんだけどね、ここは。おそらく周年を通してワカサギが集まりやすい場所だと思うけど、ベイトはあんまりいないね。今年ワカサギ少ないって聞いてたけど、確かに。初めてつぶろ湖に訪れた小野はスイムベイトを軸に組み立てていく。フットボールにチェンジさせ、フラットエリア周辺を探り始めた。バスだ。よっしゃ。よっしゃ。いい魚。やっぱベイトについてる魚だったね。見て、中田ジグ、丸のみ、チャンクロートレーラー。さらに。よし、食った。魚だ。先ほどとは明らかに違う引き。おお。ジャンプするな、ジャンプするな、ジャンプするな。よっしゃー、おーらー、でかっ。プリだよ、まだ。よし、借りを返しましたね、今までの。やった。久しぶりに行っちゃう。行っちゃってもいいんじゃないですか、これ。悪いな、加藤さん。久々。悪いな、サイズ。今回は3本釣る予定だ。これ新しいルアーなんだけど、リップレスのジョイントミノーというか、スパイテールっていうルアーなんですが、I 字系S 字系両方使えるっていう。もう縦巻きスローでね、そうするとまあ、っすぐ I 字系で泳いできて、でも早く巻くと S 字になるんでね、その時の状況に合わせていろいろ使えるっていう。綺麗にダートしたり、こうギラギラっとなるのがいいっていう。今までの I 字だとどうしてもそういうアクションって出しにくかったんだけど、これはそれが出る。今年のフィッシングショーで披露する。デラク、こんなんでチョロク連れてくれたら楽なんだけど、まあ、冬の釣りだよね、うん、これ今使ってるのはデラクで新しく加わった4分の3と1オンスっていうのは新しく重くなったので、今のそれの4分の3の方を使ってます。まあ、より深いところも使えるし、今水深8メーターぐらいのところでやってるけど、ブレードのフラッシングと波動、リフト&フォールで誘うのだが反応はない。ダメじゃん、移動。一番ワカサギがいると思われたところにいないね、あんまり。っていうかほとんど基本気圧が上がって寒冷前線でみたいな感じになるから、やばいんだよね、ちょっとね、今ね。今のうちに何とかしとかないと。俺の中では基本午後水温が上がってからとかそういうの期待できないからね、今日は、うん。聞くところによると、このつぶろ湖ってなんか変な癖がある湖みたいね。多分ベイトがワカサギとかそういう回遊性の強いやつ で、さらにこれといったストラクチャーとかそういうのがあんまりなく、こう動き回るというか、そんな感じのところで、でクリアで魚の目が良くて、だからこうライトリグが強いんだけど、でもライトリグやってりゃ釣れるってもんでもないしみたいな。そんな中でもこう魚に見切られないようなこう釣りをしていかないと釣れないみたいな。だからライトリグがいいからって普通にダウンショットとかネコリグちょこちょこやってれば、まあ、適当に釣れるっていう感じでもないんじゃないかな、うん、ポイントもあるよね。このエリアじゃなくてここのピンをこういう方向で通さないと釣れないとか、まあだから他の釣りもバス以外の釣りも含めてこうより釣りっぽいっちゃ釣りっぽいんだけど、なんかそういうこう普通のこう
ちょっとおおらかなバスフィッシングに対して対極な場所だよね。そのなんていうのかな、よりテクニカルな、そんな感じがする。その代わりバスのコンディションとアベレージサイズはありえないぐらいにいいみたいなね。50アップが普通に釣れる湖ってね、日本なかなかないもんね。ひょっこり釣れるよね、それがね。今度は潮の釣り橋の手前でボートを止めた。ルアーは再び新作のスパイテール。これでバンク沿いを流していく。面白いよな、ジョイントで基本 S 字なんだけど、セーラーよりも I 字で引きやすいんだよね。うん、 I 字でね、要は乱れにくいんだよね、姿勢がゆっくり巻いた時の。だがワカサギの反応は薄い。ポツポツだね。いわゆるワカサギっぽいドバっていう塊はないね。多分ないんだよ今んとこ。目で確認できる範囲でチェイスはないからね。バスも上も来ないな。そろそろ何かしらの反応が欲しいところなのだが、小野のルアーには未だ生命反応はない。ここでルアーチェンジ。ミドストウォブリング、しかもテールカット、あんまりカーリーテールでピラピラしないように。徐々にシルエットをコンパクトに、ウォブリングのジグヘッドで探る。今も下はもう 12、3 メーターだから、まあ適当に中層だよ。基本的にもあんまりボトム意識しなくていいよね。むしろバスの目線より上を通した方が釣れたりすることが多いから。ずっと移動中も下駄見てるけど、こうワカサギ特有のあの雲みたいにバババッと釣るのはないもんね、一切。うん、だからワカサギもいても非常に単発なんだよ。そうするともう地形で追っかけていくしかないね。うん、さっきもあのガレバンとことか集中してやったじゃん。ああいう場所とか、なんか止まりやすそうなとこ、逆にフラットでこう泥底で張り出してるようなとことか。本当はこのスパイテールみたいんで上まで見に来てくれるとねいいんだけど、少なくとも状況的にいいと思われるこの2箇所で一回も上に出てこなかったんで、ちょっと上に出てきにくい状況なんだな。それで今ちょっと落としてやってるって、同じ場所で。明らかにいいってわけじゃないんだけど、まあ少なくとも今までのところよりは多少魚っ気がこう映るんで、ポツポツと。それがワカサギなのかバスなのかコイなのか他の魚なのかわからないけど、今それでやってるっていう感じ。まああと今度は次の展開としては確実にボトムを取れるような、まあさっきのテラクーとか、あとまあフットボールやってるからフットボールも有効だよね。そういうのでやってどうかだな。もうそのあんまり釣りを広げずに、今回はその辺の範囲の中で釣りをしようかなと思ってる。いや釣れねえかな、58ぐらいのやつ。だがバスからの反応はない。甘くはないと分かっていたが、正直厳しい展開。さらに追い打ちをかけるような事態が斧を襲う。しかも向こうはなんか雨が降りそうな雲だ。天気予報見てみてよ、雨雲レーダー。あっちもやばいじゃん。明らかに降ってるよね。そんなわけで緊急避難。ちょっと作戦会議しましょう。作戦会議ね、作戦会議、作戦会議という名のサボり。どうしよう、ちょっとどうしようかな。かなりよろしくないよこれ。休憩しよう、休憩。雨宿りで少し早めのランチを済ませる。前半も半分を過ぎたところ、ここから斧の巻き返しに期待するしかない。正午を過ぎ晴れた。最近逆境の方が多くて困っちゃうよね。楽だった試しがあんまないんですけど、
そろそろ許してほしいというのが本音だね。改めてスタートフィッシング。小野はスロープを出てすぐの右岸沿いを流すことにした。水温ちょっとだけ下がったね、やっぱ、うん、気持ちだけどね。ルアーはスパイテール、ショアラインを流していく。んまあ、基本的に攻め方は一緒だよ。同じバリエーションの中で、まあエリアも、エリアっていうかポイントもそんなにここっていう場所があるわけではないんで、まあそこでローテーションしながら、ポイントも釣りもローテーションしながらタイミングを合わせるしかないよね。合うのかどうか分かんないけどさ、他に手数があるわけではないんで。これでショアラインに物資とかそういうのが増水して冠水してればまたね、攻め方もいろいろバリエーション出てくるけど、基本的にそれはないんで、減衰してるんでね。あんまり合わせに行っても外すんだな、こういう時。なんていうのかな、例えばライトリグを鼻先まで持ってってとか、そうじゃなくてこう引っ張ってくるような釣りの方がまだ12月だからいいような気がするんだよね。まああのトップにしてもボトムの方にしてもね、感覚の問題なんだけどさ、なかなか説明は難しいんだけど、うん、理屈ではないのも釣りの魅力の一つ。ただここまで反応が何もないのは問題だ。再び思い出の地で粘ってみる。ダメだ、一匹も出てこねえ。なんだよ、話が違うよ。ないんだよ、何にも映んないんだよ。これといったこうおって身を前に乗り出すような反応がパッとしないね。さっきの橋の方行こうか。情報に踊らされるなということなのか、嫌な予感がしてきた。だがとにかく釣るしかない。再び塩の釣り橋の手前、ここは川幅が狭まりカレントが効く場所。小野の経験からここが匂うというのだ。ルアーはオブリングのダウンショットリグ。とにかくワカサギの反応を魚探で確認しながら探っていくしか術はない。なんかワカサギの船がさ、ショアラインに結構ぺったりくっついてんだよね。だから意外に浅いんじゃないかなと思って、ワカサギ。うん、まあさっきから結構浅い方もだから気にしてはやってるんだけど、なんとか反応ないな。意外に岸べったりに船つけちゃってるような感じでしょ。うん、ここで小野が手にしたのは中田ジグ。ルアーをローテーションさせながら反応を見る。その時何かしらの魚影が映る。ほらほら反応ね。これ多分フナかなんかのような気がするんだよな、この上にこんないっぱい。まあでもフナでも何でもいいんですよ。要は他にいないところに何らかの魚がいるってことは、なんか他とは違う条件があるんじゃないっていう。あとは信じて探り続ける。そしてあ、食った。待望のヒット。リールのクラッチを何度も切り、慎重にバスを寄せる。またとないチャンス、絶対に逃すわけにはいかない。
っしゃっでっかいほらイエーイガシおマジっすかネット持ってきてよかったでかいよこれついに仕留めたこれがつぶろこのモンスターだよしうーしびれたマジっすかラバージグよし強さねよし計測してみる50センチには届かなかったが価値ある一歩いやどうなるかと思った一時はいやこれ2キロ余裕であるよ すげえ現場にいた誰もがしびれたやったまあ、はっきり言って経験ですこれはうん間違いなく別に冬だからとかここがつぶろだからとかそういうんじゃなくて全体をこうずっと流してまあ景色も見てポイントも見てでまあ魚探も見てねそんな中でこうやっぱり魚が釣れるところってなんか気配を感じるとこなんだよねで今の話で言うとまあ、上流向こう側に向かってここは一番カレントが効く、まあ、チョークしてる細くなってる部分でカレントが効くところで、まあ、さらに岸側にこうところどころに崩れてねこうゴロゴロとした岩が張り出してるところがあるんでねでその張り出しにこうそれはもう何の魚か分かんないですワカサギかもしれないしバスかもしれないし、まあ、あるいはフナとかコイかもしれないんですけどもなんとなくそれがそのちょうどブレイクの釣りやすいようなところというか釣れそうなところにポツッポツッと反応がね時折映るんですよねだからわーっといて魚がババッと映っててとかゴージャスなこうなんかがドーンとあってとかそんなんじゃなくて他よりもこうなんかちょっと違った反応が出るっていうところですねまあだからこそ逆にいいんじゃないのっていうだからこうパターンがどうこうとかなんかちょっとそういうの違うんだよね、うん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 、まあ逆に言うとこうもう一言で言うと自分が釣れそうだなと思ったところで釣れそうだなと思う釣り方でやっぱり釣れたっていうでしかもある意味予想通り突然釣れたっていうまあありがちな冬のバスフィッシングじゃないですかはいいやこれで加藤さん安心してあぶれられるよ大丈夫だ行っちゃったダメだこれ乗ったら怒るからある人安心してください加藤さんとか言って釣れてますとか言ってよしじゃあもう一匹追加嬉しいもんだね50歳目前にした親父がこんなガッツポーズできるなんてなかなかないよね人生でねそれが釣りですいやー体の中から熱くなった寒いよ吹っ飛んだよまたこのロッドフットボール用に作ったんだよね、うん、来年春出すやつなんだけどうまく効いてくれたわ163の MH 63の長さがこうフットボールのリアクションの釣りにすごくいいのとあとしっかりこう胴に入るやつなんであの先だけ曲がる竿じゃないんでこうなんていうのかなこうつけた時に竿が曲がんないんだよねアクションがキュッキュッとだからこう手元でピッピッとホップさせた分だけイメージ通りルアーが上がってくれてさらに全体でグッと曲がってくれるからでかいのやってかけてもバレにくいラバージグがバレないねいやまあ釣れた理由も釣れない理由もいろいろ理屈は言えるんだけどさ俺の中では本当なのって思うんだよね本音のところはね分かんないんだよ、うん、分かんないんだよ釣りってもっと理屈のものじゃなくて最後の最後は感覚のものだと思うな俺は、うん、生き物相手だから
だから明らかに釣れそうな気がするとかさ、ダメそうな気がするとかそういうのあるんだけど、うん、あんまりこう理屈でこう支配できる類のものじゃない部分があるよね釣りは。まあ、みんなこのテレビを見てる人は理屈を聞きたがるだろうし、それによってこう自分が魚釣るためのヒントにこうしようとみんな見てくれてはいると思うんだけど、でも申し訳ない、最後の部分はちょっと理屈じゃない部分があるよねみたいな、なんとなく釣れる感じとかこうじゃないかなみたいな、まあ、もちろんそこにはね理屈っていうか理由はつけられるんだけど、そこにでもそうじゃない場合も多いんで、こうなんていうのかな、例外というかむしろそっちの方が多いんで、理屈を言えば言うほど反面それ嘘になっちゃうんだよね、ある部分難しいよすごく。そう、あくまでも結果に対して理屈を並べているだけ、釣りに正解はない、無限の可能性があるからこそ釣りは面白い、そう小野は我々に教えてくれた。やばかったね、結構ギリギリでした。まあでも、まあ、なんとか、まあ、当初の予定通りの釣り方で釣れたっていう感じで、まあこんな感じなのかな冬は。はい、2017年もいいスタート、はい、そうですね、これでねいい魚も釣れたし、いきなり一発目から悪いな出たし、よかったんじゃないですか、完璧です。年齢問わず誰にでも楽しめる釣り、バスフィッシングは手軽に始められる遊びなのだ。どうやって釣ったのか、どうしたら釣れるのか知りたい方は釣りビジョンクラブをチェック。クラブ会員にはもっと釣りが楽しくなるスペシャルな特典が盛りだくさん。釣りビジョンクラブ。